大使、早速なんですが、今日ご一緒してくださる皆さんをご紹介していただけますか。Vorrei presentarle prima di tutto il professor Aoyagi Masanori。青柳雅則さんは世界的に有名なローマ古代史の大家です。大使と親交が深く、今回特別に会食に参加してくださいました。Il professor Corrado Molteni。そして奥様です。はい、よろしくお願いいたします。まず最初に登場したのはひよこ豆のスープ。マレンマ地方で有機栽培された豆を使った一品。ニンニクとハーブの香りが食欲をそそります。そんなスープに合うのがこちらのワイン。トスカーナ地方特産、フルーティーな味わいの白ワインです。乾杯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 。よろしくお願いいたします。乾杯。このワインの特徴は、ed è una base di Anzonica. L'Anzonica è un antichissimo vitigno che troverà solo in Italia, in particolare in Toscana. 私は初めて飲ませていただいたんですけども、とても飲みやすくて、それでいてしっかりとした味があって、これは日本人の口に合うと思います。では早速、はい、ボナペティト、ブラッド、ボナペティト。ひよこ豆のスープですね。はい。ひよこ豆の食感を残した食べ応えのあるスープ、いかがでしょうか。美味しいですね。美味しいですね。In Toscana si mangiano molto le zuppe di cereali. È una cosa molto tipica perché come fa molto freddo normalmente, sono cose che aiutano.あ、riscaldare。こうスープというよりも何か本当に食べ物の感じですね。しっかりエネルギーがある食べ物ですね。フランス料理ではペース・ド・レジスタンスって言って、がっちりと食べるのがあるんですけど、トスカーナの料理もね、やっぱりそのペース・ド・レジスタンスと同じようにしっかりとカロリーがあるの。みんな好むんですね。なるほど。In realtà, la storia ci racconta che una giovane bella ragazza della famiglia dei Medici portò in Francia i suoi cuochi quando divenne regina di Francia. Però quello che mi premeva raccontare è che la grande cucina in Francia è cominciata con i cuochi toscani portati da unabellissima rappresentante della famiglia dei Medici di Firenze。続いてはイノシシの頬肉のソースのパスタ。ジビエの野生的な風味と幅広のパッパルデッレがしっかり絡み合い、こちらも食べ応えのある一品です。そしてこのパスタに合わせてチョイスされたワインがこちらの赤ワイン。サンジョベーゼから作られた大使の別荘のあるカパルビオのワインです。ジビエの野生的な風味をマイルドにしてくれます。乾杯。乾杯。ディノボ。うん、飲みやすいですね。だこうエトルリアのねブドウっていうのはその紀元前5世紀4世紀3世紀2世紀頃まではフランスに輸出してたんですよね。ですからそのエトルリアのそのブドウ酒を入れる壺とかですね、青銅製のブロンズの壺がですねフランスから見つかってるんです。それはエトルリアからフランスに輸出してたんですね。それほど人気があった。E così abbiamo risolto storicamente il problema tra noi e i nostri fratelli francesi su chi ha cominciato a fare il vino, italiani o francesi. パスタがもし急に細くなっていたら僕が切ったものなので。トスカーナの人たちはね、チンギアーレがイノシシが大好きなんですよ。
イヌシが多い土地なんでしょうか。多いです、非常に多いです。イタリア人は食べ物に対してすごく繊細で、自然であることとエコロジーカルであることを大切にするんですね。だから例えばスローフード、ファストフードに対するスローフードとか、それからアグリトゥリズモといって自分の家で作ったものだけを出すというようなことが一番最初に始めたのはイタリア人なんですね。Nella zona di Maremma è piena di dei agriturismi dove tutti sanno fare questo tipo di pasta e si mangia ogni giorno. さて、ワインとの相性は本当に美味しいワインで、このいわゆるイノシシのソースの力強さに曲げていない、でうまく調和をしているのでびっくりしました。Noi abbiamo in Italia 300 vitigni catalogati come esclusivamente italiani。本当に一品一品に合うようなですね、そのブドウが存在するというのは、その素晴らしいことですね。イタリアのブドウはですね、ブドウ酒はですね、大量生産に向いてないかもしれないけど、品種が多いですね。その点では非常にバラエティが多くてですね、差別化ですね、の点では非常に強いですね。料理の数だけワインがある。そんなイタリアで大使のおすすめは、マレンマ地域伝統の子羊のもも肉のオーブン焼き、ポテト添えです。そしてこの料理にぴったりなのが、大使の故郷プーリア州のこちらのワイン。肉の野性味に負けない力強さがあり、酸味が際立った濃厚な赤ワインです。ワイン通の川端さん、料理との相性はいかがでしょうか。先ほどのパスタの時は、パパデレの時はイノシシがソースでしたけれども、今度はお肉自体ということで、でよりこう野菜味の強いお料理に対して、またそれをこううまくカウンターで綺麗にこう味のハーモニーを保っていくっていうのが素晴らしいですね。ここで川端さん、日頃から気になっていることを聞いてみました。先ほど大使が1600軒東京にイタリアンレストランがあるというお話をされていましたけど、ご夫妻がお好きなところ、もし差し支えなければちょっと教えていただければ。差し支えますか。Però quello che posso dire è che quando si entra in un ristorante italiano, a mio modo di vedere, bisogna chiedere qual è il tipo di cucina regionale che in quel ristorante si fa. E se il ristoratore le dice ma no, ma questa è cucina italiana, lei deve essere molto diffidente. Ah, なるほど。この後はトスカーナの伝統デザート、そして華やかなイベントの数々をご紹介します。去年の秋、イタリアの魅力をより広めるためのビッグプロジェクトが大使館主導のもと展開されました。その名も、日本におけるイタリア2009秋。およそ4ヶ月の間に日本全国で180以上のイベントを開催。イタリアの卓越した魅力があふれる各会場には多くの観客が足を運び、大成功を収めました。そして大使公邸では、そのイベントを締めくくる盛大なパーティーが開かれました。日本初披露となる一流ブランドの新作コレクションが会場を沸かせ、日本のショービジネス界を代表する豪華なゲストも来場。さらには魅惑的な輝きを放つイタリアンジュエリーも展示。皇帝の様相は普段とガラリと変わり、国際的な社交場と化しました。立食形式で洗練されたイタリア料理とワインも振る舞われ、来場した人々は笑顔にあふれ、楽しいひとときを過ごしました。一方、会食の方はデザートがテーブルに。こちらは栗の粉で作るトスカーナの伝統的デザート、カスタニャッチョ。砂糖を一切使わない甘さ控えめのケーキです。
このデザートにはこちらの聖なるワイン。